どうした？パメラがどこ行ったのかな。あ、本当だ。パメラ、どこ？キャー！ここってお化け屋敷？まさか。やっぱり。あら、みんなも来たの？ダメだよ、パメラがやったらシャレにならないでしょ。だってあの人たち驚かし方が全然なってないんですもの。お化けの人、みんな逃げちゃったね。我らでお化け屋敷をすれば儲かったかもしれんな。そんなこと言ってる場合じゃないって。騒ぎになる前に逃げよう。お待たせしました。紅茶とケーキのセットです。ここは模擬店なんですね。うちもこういうのやりたかったな。私たちのクラスも何もやらなかったね。こういうのも楽しそうだね。得てして味の方は期待できんがな。そうなんだよね。あ、うん。あ、よっ。どうしたの？おいしい。びっくりした。控えめだが濃厚な甘さ、それでいてしつこくなく、紅茶との相性もいい。よほど特殊な甘味料を使わなければこの味は。ぐんちゃんがそんなに詳しいのも驚きだけど。いいなあ、私も食べてみたい。実に見事な仕事だ。シェフを、シェフを呼べ。いやあ、喜んでもらえて何より。え、校長先生。まさか、貴様がこれを作ったというのか。数少ない趣味でね。ケーキ作りにはそこそこ自信があるんだよ。人間誰しも一つは取り柄があるというが。でもいいの？校長が模擬店のケーキなんて作ってて。ああ、それは緊急事態だったのでね。うん、本当は教頭先生が作るはずだったんだがね。ほら、これだ。うわー、見事な炭ですね。え、炭というより産業廃棄物だね。
で真っ黒に焦がすとは、もはや芸術の域だな。だろう？それでここの生徒に泣きつかれて仕方なく。お話が弾んでいるようですね、校長先生。教頭先生、いつからそこに。無駄話している時間があったらどんどんケーキを焼いてください。私の作ったものと違い、大変好評のようですから。意外な一面があるんですね。祭りは戦場だからな。錬金術の役に立ちそうなものはないのかな。もうこんな時ぐらい勉強のことは忘れなさいよ。そうだね。あれ何かな。綿あめ？食べたことないの？食べられるの？それはいかんな。貴様は人生の半分を損している。半分も？よし、大会前に英気を養う意味で特別に買ってきてやろう。いいんですか？いや、ぐんちゃん太っ腹。ルーラーくん優しい。ん？お前らもか。第一、パメラは食えんだろ。あら、私だけダメなの？仕方あるまい、少し待ってろ。やったね。ちょっと悪い気もするけど、ねえ、あっちは何してるの？あれは射的。おもちゃの鉄砲で景品を撃ち落とすんだよ。へえ。レインって何も知らないのね。ずっと
山奥でサルファと二人で暮らしてたから。あ、ごめん、変なこと言って。え、なんで？なんでって、それは。あ、向こうにも知らないものが。ちょっと行ってくるね。レイク、はしゃいでるわね。よし、こうなったら祭りの楽しみ方を徹底的に教えてやりますか。うん。あ、え、どこに消えた？迷子か。おい、ベリー。そろそろ時間のようだ。行くぞ、ベイ。あ、はい。頑張ってね。応援してるから。学園からビッグなプレゼントも用意されている。逃げずに来たようだな。そのセリフそっくりそのまま返してやる。どうやら決勝戦まで当たらないようだな。途中で負けたら大笑いしてやるぜ。その頑張ろうね、ロクシス。それでは1回戦の選手を紹介しよう。学園の秩序を破壊する永遠の自由人、ブンナルダム。相方はブンナルの後継者と呼び声高い恐怖の一列生、ベイン・アウレオルス。早速出番のようだ。行くぞ。いつの間にブンナル先輩の後継者に。今のうちにせいぜい暴れておくがいいさ。レフェリーによるボディチェックが行われています。しばらくお待ちを。ベインよ、初っ端から全力でいいぞ。が、頑張ります。ボディチェックが終了したようです。それでは舞踏大会第1回戦、レディーゴー。サルファ、お願い。この程度では腕慣らしにもならんな。何をほうけている。さては自分の強さに驚いたか。え、いえ、そんなことは。謙遜するな。お前より強い1年生は数えるほどしかいないはずだ。無論俺様が1年の時はもっと強かったかな。出迎えがないな。けしからん。
応援に来てくれるって言ってましたけど。ちょっとどうして急いでるの。ニケ、遅いではないか。それどころじゃないよ、大変なの。どうしたの、そんなに慌てて。これアトリエに手紙が置いてあって、それで。何だ、女は預かる。大会が終われば返してやる。だが大会の結果によっては女の安全は保証しない。どうしよう、ヒロが誘拐されちゃったよ。ふざけた真似を。誰がこんなことを。わかんないよ、今パメラが探しに行ってるけど。騒がしいね。おや、いつも一緒にいる女の姿が見えないけど。いかにも貴様らしい卑劣な手段だ。言ってる意味がわからないね。まあ、お互い頑張ろうじゃないか。何なのよあいつ、ここまでするっつ。どうします先輩。どうもこうもあるまい。お前たち二人はフィロを探しに行け。でも大会は。心配無用、私は俺様一人で十分だ。ただし決勝までには必ず戻ってこい。いいな。はい、頑張ってね、ぐんちゃん。どこから探す。まずはパメラと合流しましょう。何か見つけ出るかもしれないし。パメラ？うわ！何そいつ！襲われてるの？危ないよ、パメラ！いじめちゃダメよ！はいはい、泣かないでね。敵じゃないの？違うわよ、この子は私のお友達。変な友達が多いわね。この子がね、フィロちゃんが連れてかれるところを見てたんですって。本当？それでフィロはどこに？マナイ席の中ですって。別の女の子と一緒だったみたい。別の女の子って、レーネって女だよ。キュッキュ。あら、もう帰るの？また遊びましょうね。僕たちも急ごう。